バーブナガル県は、インドのサウラシュトラ半島に位置するグジャラート州の県で、ある。古代には、バーブナガル地方の重要な部分として、ゴヒルウアーとしても知られていたが、ゴヒルのラージプートに支配され、イギリス領インド帝国時代には、ゴヘルワドプラントと命名された。県の中心はバーブナガルである。シュリコーディアルマンディアーの西門グジャラート州。 サウラストラの県バーブナガル県は8334平方キロメートル以上の面積を持っており、沿岸部は沖奇跡層の土地である。バーブナガル県は北東部はアフマダーバード県、北西部はボタド県、東部と南部はカンブファトワン、西部はアムレディ県と接している。バーブナガル州はイギリス領インド帝国時代にコヒ昼のラージプートによって、 サルート半王国となっていた。2013年8月に、ボタド、カドハダの2つのテシルが、バーブナガル県から独立し、新たに、ボタド県が作られた。バーブナガル県は、バブナガル、シホール、ウマララ、カリアドファー、パリタナ、マフーバ、タナジャ、クオーガ、ジェサール、バーラブヒプールの10のテシルに分けられている。県内には800の村がある。 2011年の国勢調査によると、バーブナガル県の人口は2388,291万8人であり、ジャマイカやアメリカ合衆国のカンザス州の人口とほぼ同じである。これは、インドの全640県のうち133位の人口である。県の人口密度は1平方キロメートルあたり288人である。 2001年から2011年までの人口増加率は16.53%であった。バーブナガル県の政比は男性1000人ごとに女性が931人であり、識字率は76.84%である。バーブナガル県には数多くの歴史的名所があるがその中でもが有名である。ブラックバック国立公園ゴップナスビーチのゴップナスマンディールベラバデダールにある。 ブラックバック国立公園はインド唯一のサバナであり、国立公園として知られている。その面積は34.08平方キロメートルに、および、主に、ブラックバック、霊洋、ニルガイ、オオカミ、ジャッカル、ハイエナ、ジャングルキャット、キツネ、イノシシなどが生息している。フサエリショウノガン、インドショウノガン、オオズル、モモイロペリカン、モンタ牛、 薄灰色中皮などの絶滅の恐れがある鳥類もこの公園を住みとしている。カラフトワシ、カタシロワシ、ボネリークマタカ、中皮ワシ、西大のスリなどの大型鳥もよく見られる。この公園の気候は渡り鳥の繁殖に適した気候となっている。ピラム島は、クオーグアから約6キロメートル離れた沖合にある島で、あり、約3500万年前にできたと言われている。 多くの限られた範囲にのみ生息する種や、絶滅危惧種などの多様性があることで知られている。この島には1325年に建てられた荒廃した、要塞がある。また、この島には、マングローブの植生があり、絶滅の恐れがあるヒメウミガメ、アオウミガメの巣がある。そして、ほとんどが海鳥である。約50種の鳥類が生息している。ありがとうございます。